い、こんにちは。プレアとレノベロちゃんと、ふむちゃんです。日本になんかめっちゃ高いものをメキシコで買いたいけどね、うん、それはもう映ってるけどね。もう映ってた。なんでだよ、うん、これはメロン。メロンで、メキシコにね、うん、いくらと思う？書いてあるんじゃん。出てる。まあじゃあ90円。2個で 20ペソつれるの今。まあこれね、あっちはちっちゃいやつ、うん、2個で90円、うん、で、これ2個で120円。120円です。やば。じゃあこれ2個ね、うん、1個だとで、1個だと120円。2個のがいいじゃん。2個のがいいよね。一緒じゃん。なんか選択肢がないね。オッケーオッケー。オーラレス。なんか見て、切り方が違うじゃん。うん、危ないね。あ、塩はトド。トド？トド？おお、プロフェッショナル。2個で120円。で今さ、ビデオ撮ったらさ、メロンのめっちゃ笑われてたじゃん。うん、なってた。あれだぜ、メロンが中国にはないんだぜ。まず日本にもメロンあります。うん、多分中国でもメロンあります。うん、テレ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 ーン。おお、どうですか？見て、めっちゃうまそう。はい、え、どういう食い方するの？ちょっと待って待って、どういう食い方？食い方違くない？なんでなんでなんで川から行ったの？まあこっちから食べようと思った。じゃあ今か川から行ったの？川から。まあいやいや、まだ食べる。ああ、めっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。日本のめっちゃ高いやつと、ああ、このちっちゃい安いメロンと全然変わらない。ということで、メキシコに来れば、うん、日本では高いフルーツとか野菜が安く食えるね、うん、そうだよね。本当にめっちゃ安くて、うん、甘い、美味しい。嬉しい。うん、嬉しい。じゃあ私だけ食べるね。うん、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオス、アミゴス。